3試合で2勝0敗です。防御率がなんと 0.36 ということなんですが、4月8日のヤフードームの3回戦、9回完投129球4安打1失点、あの時は15奪三振がありました。はい、これも打ってぐんと球が伸びていく、伸びていってどうか、入ったかどうか、入った、はい、入った、ホームラン、2打席連発、いやすごい、17号です。ホームイン、不動もやっぱりこう庭にしてただけあってね。そうですね、やっぱ逃さないですね、高い球はね、やっぱ好きな球っていうのはしっかり打ちますよね。まあしかしホームランの1点だけということになりまして、5点差になりましたが、まあランナー出してなくてよかったなという感じですよね。まあカットボールはちょっとね、はい、まあ外から真ん中より来ましたけどね。はい、井口2打席連発。さあそしてバッターボックス、まあ、少し不調のキム・テキュンです。まあ、でもこれ以上本当やっちゃいけないですよね。そうですよね、まあ、これで5点差ですけれど、はい。